はい、始まりました。玉の花上のパイロットになろう、この番組はパイロットになりたい、航空業界が大好き、すでにパイロットの資格を持っている、そんな方々にとって面白くて役に立つ情報をお届けします。国内初の日本人 FA 試験官が熱血指導する FSO パイロット留学アカデミーの提供で、コミュニティラジオ FM 宜野湾と FM 宮古から放送しています。 FM 宜野湾ツイキャスからはライブ配信、番組終了後は YouTube にてアーカイブされます。ご質問やコメントは今放送中のツイキャスト FM 宜野湾のメールで受付しております。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組では7月にスカイマークの佐山会長を皮切りにパイロットの方々をお招きしたスカイマーク特集をお届けいたしました。今月10月はスカイマークの沖縄県下島空港就航記念スカイマークエピソード2、マニアにはたまらないプレゼントも、ご用意していただきました。ありがとうございます。初回から一文字ずつお伝えしている文字を5つつなげて完成する5文字のキーワードがありますので、お聞き逃しなく最後までお聞きください。今日も素敵なゲストを お招きしております。今日のゲストは航空整備士の岡さんと神原さん、そしてランプハンドリングの杉本さんとアダニアさんにお越しいただきました。一等航空整備士という国家資格である整備士のお二人、なんと神原さんはスカイマーク初の女性一等航空整備士とのことです。よ打ち合わせ通り OK ですね、はい、ランプハンドリングのお二人はなんと8種類の車両を乗りこなし、ランプ業務のすべてを担っているスペシャリスト。ここでしか聞けないお話が飛び出すかも。それではお楽しみに。いいね、いいね。はい、じゃあ今多分地上波では CM が流れてるので、このままお話は続けていきますよ。じゃあ後ろのお二人は多分ポスターを準備するのかな。はい、始まったらヘッドホンで多分私の声、さっき私の声聞こえてました？さっきはスピーカーでちょっと大きくしてます。あ、そうかそうか、ありがとうございます。本番始まったらヘッドホン、わかりました。はいはい、じゃあ準備をされて。さっきの後ろはどう見ても怪しい人だったな。お、来た来た来た、いい感じいい感じ。そうね、画面見ながら調整してもらったらいいと。お、いいですね、いいですね。あ、顔が見えなくなっちゃうよ。あれちゃんと映ってる、すごい、いい感じ。後ろの杉本さん、アダニアさん見えないけど、だ顔大丈夫ね。大丈夫です。時々見してね、ごめん。そう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 。じゃあ、まなみさん、合図はあれでお願いしますね。いいねマーク送ります。あ、いいねマークでスタートお願いしますね。はい、30分くらいで1回また CM 行くので、その時に、はい、リラックスリラックス。あと20秒で CM なので、はい、スタンバイします。30分来てた。確かにそれは想定してなかったね。時々下ろして後ろ、どうしてスカイマークがちゃんと映ってるか大丈夫ですよ。もうこれしていいですか。はい、皆さん、それではお待たせいたしました。今日は前半にですね、航空整備士のお二人、そして後半にランプハンドリングのお二人のお話を伺いしたいと思います。それでは早速ゲストをご紹介したいと思います。航空整備士の岡さんと神原さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、
このパイロット、パイロットになろうというところではスタートしたんですけども、パイロット以外の航空業界の方々をお呼びするようになってですね、たくさんの方々からその職業に興味がある、なってみたいみたいなコメントもたくさんいただいているので、今日はぜひそういったお話が聞けると嬉しいなと思います。では、簡単にでいいので、自己紹介を、じゃあ岡さんお願いいたします。はい、スカイマーク沖縄空港支店整備課の岡と申します。本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。では神原さんお願いします。はい、同じくスカイマーク沖縄整備課から来ました神原と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お二人は、沖縄空港支店に所属しているということで、那覇空港で、勤務されてスカイマークの便を整備していると。はい、これもともとですね、その整備士になられるきっかけがあったと思うんですけども、どういうきっかけで、あ、整備士になりたいと思って、じゃあ応募してみようっていうふうになったんでしょうか、岡さんの方から。ですね、私はですね、学生の時に、就職活動っていうのをやると思うんですけども、実を言うとその時に何もやりたいものがなくて、でいざどうしようかなと思っていて、私陸上部に所属してまして、大学のグラウンドから上見たら、伊丹空港が近いものですから飛行機が飛んでたんですよね。で、大きい飛行機を整備して飛ばすのってどういう感じなんだろうなとちょっと不思議に思いまして、でこのエアラインの業界のことを調べました。まあそれがきっかけです。で、この航空業界って小さい頃からの夢だったとか、飛行機が小さい頃から好きだったって言うんですけど、私の場合はもう全く逆で、後から飛行機が好きになったっていう感じです。はい、ありがとうございます。神原さん。女性初ですけども、はい、もう今視聴者興味津々ですよ。どういった経緯でって、はい、ぜひお願いします。はい、私は門下さんがさっきおっしゃってた航空業界あるあるかもしれないんですけれども、小さい頃からの夢でした。私は地元が香川県で高松空港があるんですけれども、そこに小さい頃おじいちゃんが連れて行ってくれて、飛行機のリジャックリップを見てたので、あ、かっこいいなって思ってて、でその後小学生ぐらいの時に家族旅行で沖縄に来たんですけども、その時飛行機の時にわあめっちゃ楽しいっていうこのワクワク感と、もうそのもうすごいかっこいいなっていう思いで、あ、いつか将来は飛行機により近いところで働けたらいいなと思って、そういう思いがあって、進学の時とかは航空業界に関われるような、ところに行こうかなということで考えてました、うん、なるほど。お二人ともやっぱりキーワードはその飛行機を実際体験された、飛行機を見たっていうところである中で、その整備士という、いやもう本当に技術職じゃないですか、メカニカルなところですよね。その辺はバックグラウンドとしてやっぱりメカ好きとか、その機械好きというのがあったんですか？そうですね、私は、まあ、昔からそういう機械いじりっていうのが好きでした。で、大学の学部もやはり理系でそういう学部に入りました。ああ、なるほど。神原さんも同じですか？私は逆に苦手なんですけれども、うん、飛行機が好きだから、うん、好きなことを知るためには頑張ろうと思って工学部に進みました。工学部、工学エンジニア部。はい、はい、エンジニア部。それはその整備士になるためにですか？なるため、そうですね、はい、もうなれればいい。苦手だったの、苦手なんだけど、あえて工学部に。はい。すごい。それはすごいですね。苦手なものを克服しちゃったんですね。すごい。それは辛くなかったですか？やっぱり好きなことやるから。そうですね、そのやっぱり飛行機っていう好きなことがあるので、もう雲楽しいっていうか、そういう感じでした。素晴らしい。そうなんですね。もう本当に私含めてその整備の業界とか知らない方が今リスナーたくさんいらっしゃるんですけども、そもそもその整備士になろうと思うと、どこに進んで何をすれば
なれるんですか？条件、入社条件っていうのは何があるんですか？まあ、スカイマークの場合ですと、まあ、大学卒業、もしくはまあ専門学校卒業ですね。まあ、あとは健康であることとか、まあ、あとは一番大事なんですけど、やる気と熱意です。あ、あ、そうかそうか、そこはちゃんと見られるわけですよね。そうですね。素晴らしい。ということは、お二方は大学の工学関係を卒業されて入社。はい。あ、私は実を言うと、前者は違うエアラインにいました。はい。で、その時にもやっぱり大学の工学部を卒業されたようでですね。で、まあ、最初は整備の現場にいたんですけども、うん、その途中でですね、スタッフ部門、実際現場の整備さんを助ける、うん、部署に移動しまして、うん、で何年かやってたんですけども、うん、やっぱりちょっと飛行機実際に触りたいなと思って、うん、電車を辞めてですね、スカイマークに応募してみました。なるほど。でそれで合格して、で当然研修があるわけですよね。はい。それは相当長い研修期間があって一人前になるんですか？何年ぐらいかかるものなんですか？3ヶ月、ね、そうですね。新卒の場合ですと、うん、初め3ヶ月ほど基礎訓練しまして、その後現場に配属されてお辞儀ということで、うんうん、はい、働きます。じゃあ3ヶ月で徹底的にその基礎を学んで OJT でもう本当に現場で仕込まれると、はい、鍛えられると。で、ちなみに岡さんと神原さんは入社は同時期、岡さんが早い。俺は、はい、2011年の11月。あ、私の方が早いです。はい、あ、そうなんですね。あ、そうなんですね。じゃあ、神原さんがでも最初に入ったとはいえ、岡さんがもうすでに資格を持っていたっていうところでは。あ、資格は私持ってないですね。あ、そうなんですか、その時は。はい、まあ、そうやって OJT… 7ヶ月ほど後に入ったっていうだけです。なるほど、なるほど。はい、ありがとうございます。おそらく今、皆さんが見られている左手前に、ツイキャスの画面があると、あると思うんですけども、もうね、コメントが来てますよ。ありがとうございます。朝顔市長さん、朝顔市長さん、ありがとうございます。スカイマークファンです。スカイマークファンの方から今日来てますね。リーパーさん、皆さん、こんにちは。珍しいアングル、玉名さんが映ってない。私はですね、はい、今日はですね、遠隔地で参加しておりますという、ちょっと変わった、放送になってますね。カンパチさん、こんにちは。佐藤坊さん、こんにちは。というところで、番組中ですね、ツイキャスのメッセージとか、あとは、FM 議論に来るメールとか、YouTube のメッセージとかもお読みしながらですね、今日お話していきたいと思います。で、その OJT の期間というのは、基本的にもう本当に実際に飛行機に業務に携わって一つ一つ覚える感じ。はい、そうですね。先輩の方がついてくださって整備の基本を教えていただきます。ちなみにその飛行機の整備っていろいろあると思うんですけども、実際に、やられてる業務内容っていうのをちょっとお聞かせいただけますか？ですね、今主にやっているのが、運航整備と言われるもので、飛行機が到着して、出発するまでの、点検整備作業で、雷に当たってないかとか、鳥が当たってないかとか、胴体がへこんでないかとか、まあ、タイヤに深い傷がないかっていうのを、確認しています。で、この他にですね、飛行中に起きた不具合を、客室乗務員の方だ、パイロットの方から、聞きまして、次の出発までに直すという整備をやっています。で、時間がですね、飛行機が到着してから出発するまで、大体35分から40分ぐらいしかないので、もうまさに時間との勝負です。で、その間に、まあ、直らないものだったら、飛行機を遅らせる。あとは、もう欠航にしてしまう。あとは、まあ、飛行機自体を、変えるっていう判断を主にやっています。35分
めっちゃ忙しいですね。え、その間にそっと、え、その体制って何名ぐらいでこの一連流れをやるんですか。もう整備は沖縄空港支店だったらもう大体2人ぐらいで対応してます。飛行機が1機降りてくるじゃないですか。で、そこから2人でその外を見て問題がね、確認をして、で、不具合があった場合は2人で対応していって、何もなければ基本は1人です。あ、そうなんですか。はい、外も中も。外も中も。へえ、すごいな。で、その中で、もしも何もなければいいんですけども、何かあった時の判断って、ね、先ほどおっしゃったように飛行機を遅らせるとか、下手したら、欠航させるとか、重要な判断じゃないですか。そうですね。でもそんな重要な判断をやらせていただいて非常にありがたいです。楽しいです。そっかそっか。それはあれですか、一等航空整備士だからできることですか。そうですね、まあ、ライン確認主任者っていう資格がありまして、で、はいはい、この条件の一つに一等航空整備士ってあるんですけども、うんうん、社内資格ですね。社内資格。このライン確認主任者が最終的にこの飛行機を飛ばしていいのかどうかっていう判断をしまして、うん、でも、まあ、最後におこのこれは何ですか、はい、航空日誌っていうのが載ってるんですけども、はいはいはい、これにライン確認主任者が私が安全を確認しましたという実際署名をします。おー、これ中ってどはいはい、あ、見ますよ中。ちょっと見せてください。見たい見たい。ほうほう、こういう感じになってまして、はい、ここに実際サインをします。これを毎便毎便やろうですね。まあ、不具合があった場合は、ライン確認主任者が確認して、飛ばします。で、まあ、だからですね、ライン確認主任者は、まあ、この業界ではよく安全の最後の砦ってよく言われてますね。そうですよね。それを、まあ、運航乗務員、パイロット、クルー、機長に報告をして、で、最終的にじゃあこの便を止めるとか。止めるのも大変でしょうけど、便を変えるとなると、またその手配も大変ですもんね。そうですね。いろんな部署が関係してきますので。ですよね。そういった重責を持った、はい、早めの判断。早めの判断ですね。でもその35分じゃないですか、マックスで。で、35分だったらもうドア閉めて行っちゃうわけですよね。ってことは、最初の本当に、何分 ?5 分とか。その辺の間に判断してるんですね、きっとね。早い間で。そうですね。もう、なるべく早い判断をしてます。でも、そういった判断力が身について、一人前でサインができるまでって何年ぐらいかかるんですか？私の場合ですと、その一等航空整備士っていう資格を取らせてもらって、ライン確認主任者になったのが1年半ぐらいかかりました。そうなんだ。半原さんはどこらかかったんですか？同じくらいです。じゃあその間は、いや、それ、そう、なんか印象はね、もっと何年もかかると思いました。なんかもっと2、3年とかもっとかかるのかなって印象がありました。で、その、じゃあ 1年半ぐらいの中で、経験つまりでやりますと。で、先ほど社内資格とおっしゃったじゃないですか。でも、一等航空整備士っていうのは、国家資格ですよね。それを取るのが、実はめちゃくちゃしんどいですね。はい、あ、そうなんですね。それは、どのぐらい大変なんですか？ですね。まずですね、整備経験が4年いるんですよね。で、4年、だったら国の筆記試験っていうのが受けれるんですけど、うん、それ受かったら今度は2年以内にですね、国の実際国土交通省の試験官を相手にした最終の試験を合格しなければならないんです。2年以内に。でもちろんその間に社内の試験がもう数え切れないほどありまして
でもしこの2年以内にあの合格できなかったらもう一回一から、国の筆記試験からやり直し、2年間やり直し。だからもう2年間はもう勉強漬けで、だからですね、最終試験の、最終試験で、合格って言われたらですね、まあ、大の大人が泣いてますね、みんな。あ、本当ですか？泣きました？号泣。実は私は泣いてません。神原さんはもう号泣。号泣しました。嬉しすぎて。そうか、その小さい時からの夢をね、苦手なそのエンジニアリングを克服して大学にも行き、会社に入って、先輩に教育を受け、一生懸命訓練をして、で、合格。うわぁ、やっぱりその苦労が、なんて言うんだろうな、報われる、まあ、責任あるお仕事。お好きなその飛行機を、直接触れるわけですからね。はい。それは感動じゃないですか。最初ああいうの大きな近くで見たときの、うん。そうですね。飛行機のコックピットの中に入ってやる作業ってのもあるんですか？あります。じゃあ、神原さん、どういうのがあるんですか？コックピットの中に入って。実は今日、私が挙げた写真っていうのは、ね、整備士がコックピットの中に入ってこう、やってますけども。はい。あれは何をされてるんですか？実際にそのコックピットの、操作盤がありますので、そこにあるスイッチを触って、うん、その先にある例えば動力ですとかシステムが動くのかどうかっていうのを確認したりします。その時に触ります。実際エンジンも回したりします、場合によっては。ああ、そうなんだ。それは毎回毎回ではないんですよね。エンジンをかける作業っていうのは、今おっしゃったのは、その飛行機が帰ってきて、飛行機が着いて、出発して、その期間の35分の間だったじゃないですか。35分間っていう間。その間もエンジンかけることはあるんですか？不具合、そういうエンジン系の不具合が出ればですね、試運転としてエンジンを回したりはします。はい。いや、私、ジェット機のエンジンのかけ方わからないから。我々が乗ってる小型機の人、車みたいに鍵をピッてやるだけ回るんですけどね。そんな簡単にいかないですもんね。いいじゃないですか。まあまあ、かけ方は今説明したら大変なことになりますから、今言わないでくださいよ。今ね、コメントも来てますよ。ちょっと紹介しますね。直屋さん、こんにちは。ホストがリモートでゲストスタジオなんですね。まるで怪しいドンが顔を出さずに命令をしてるような雰囲気。カンパチさん、ありがとうございます。以前、青い会社の飛行機に乗ったとき、那覇を飛び立って20分、ケーキの不具合で引き返しています、とのこと。低空飛行で戻る、ヒヤヒヤした、4時間ほど待たされ別の機体に。多分そういったね、経験がある方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、そういうの逆に整備としては、もうヒヤヒヤというか、ね、戻ってきて、もう完全な体制で何が起こったのか、もう事前に知ってるんですよね、きっと。例えばそういうことが起きると。はい。じゃあもう着いたらもうすぐ作業。そうですね、もう着いたら作業で、スカイマークは定時制、3連覇中なんで。ですよね。後ろに今、後ろにドカドカ出てますよ。はい、定時運行率3年連続ナンバーワン。ナンバーワン。そうですね。4連覇目指してます。なるほど。それはやっぱり、もう普段からもう意識して。そうですね。実はこのシリーズって、佐山さんから始まって、そのスカイマークがその定時運行率を目指してるんだ、定時運行率ナンバーを目指してるんだっていうときに、本当にもう全社員一丸となってやってるんだっていうところで、もちろんパイロットの方で、フライトアテンダントで、この間は、グランドスタッフの方々もそうですけど、やっぱり整備士の方々って35分ですよ。35分の間に全てを終わらしていく。それは大変なご努力があると思うんですけども、あとですね、また、コメント来てますよ。名古屋さんからですね、整備は
整備さんはパイロット以上にシステムの奥の奥まで知っていないといけないから大変ですよね。本当に尊敬します。名古屋さんはパイロットなんですよ。アメリカでパイロットされてる方なので、そのパイロット目線でですね、やっぱり整備さんはすごいっていう、コメントでございます。田中さん、ツイキャス見てます。マーシャリングのお仕事は整備士の仕事ですか？これは後半に。後半に。マミさん、杉本さんとアドニアさんの腕が心配で、心配されてますよ、アドニアさん。ありがとうございます。はい。お二方から、ぜひ、今、ラジオを聞いてらっしゃる、方々に、まあ、そのお子さんとかにですね、将来航空機の整備士になりたいっていうことは多分いらっしゃると思うんですよ。ぜひぜひ、現場の声としてメッセージをお願いします。はい、まずですね、目標を忘れずに、今やってる勉強を一生懸命やって、で、今やってるスポーツ部活、これも一生懸命やって、で、遊ぶことも一生懸命やって、やっぱり一生懸命やると、自分の軸、まあ、物差し、まあ、色っていうものができてきますので、もうそれをしっかり出してください。で、今はですね、コロナの状況で、この業界、採用を止めていますが、まあ、スカイマークもそうなんですが、スカイマークの場合ですと、逆にコロナで鍛えられて、強くなってますので、いい環境を整えて、皆様にお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございます。素晴らしい。はい、今はしんどいですけど、頑張りましょう。確かにね。元気づけされる言葉でした。ありがとうございます。神原さんの方から一言お願いいたします。はい。航空整備士という仕事をする中で、苦しいことも辛いことも実際あるんですけれども、でも飛行機が好きっていう気持ちがあれば乗り越えられる。また、その周りの方々がすごく助けてくださいますので、その感謝の気持ちを持って、取り組めばきっと乗り越えられますので、ぜひ一緒に働きたいと思いますので、女性の方もどしどしご応募ください。お待ちしております。そうですよね、はい、もうしっかりビシバシと鍛えてあげてください。でもそうですよね、やっぱりご自身が小さい時から夢見ながら苦手な工学を克服して、そうやってなんか時間をかけて、ね、やられたというところで、すごく重みがあることで、ありがとうございます。はい。ね、本当はね、1時間ぐらいずっとお話聞きたいんですけども、今日はですね、後ろで、ポスターを持っているですね、杉本さんのアダニアさんがですね、ツイキャスの画面で早く出せというような目を出してますので、ね、後半に、つなぎたいと思います。本当に前半、岡さん、神原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、あとは一旦 CM に入ります。はい、ありがとうございます。じゃあ聞こえますかね。じゃあ今から CM 入ってるので、じゃあお二方、今度は杉本さんとアダニアさんが、杉本さんとアダニアさんはあれですか、ヘルメットとサングラスを着てやってくるんですか。ヘッドホンつけれない。でもさっきの格好が仕事の格好ですもんね、あれは別にジョークでもなくて、あれが普段の仕事ですもんね。はい、ああいう人がいっぱいいますね。ああいう人だってその写真でも載ってるじゃないですか、ほら、このポスターの中にいるヘルメットですよね。ちなみにメールが来てたので、あ、本当だ、はいはいはい、ありがとうございます。自分がすごい。じゃあこの CM 上がったら、紹介しますので、これね、あれですよ、神原さんと岡さんのコメントです。読みしますね。気づかなかった？気づかなかったです。亮と田中さんって言ってます。亮とか、わからんけど。は
30秒で CM を開けますね。はい。はい30分持つの大変だね。あれにかけるないか。長さ調整できたりしない。いや、これでやります。それはきついわ。はい、そろそろ入ります。はい、後半はですね、ゲストをご紹介いたします。ランプハンドリングの杉本さんと、アダニアさんです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。さっきからポスターを持って手がふとふとしてないかなと心配してますけども。はい、じゃあ軽く自己紹介の方よろしくお願いします。はい、スカイマーク沖縄空港支店ランプ管理課の杉本と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、スカイマーク沖縄空港支店ランプ管理課アダニアと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、先ほど番組の冒頭で後ろにいた変な格好のお二人ですよね。あのヘルメットとサングラス、まあ、今日今お外してもらってますけど、普段はあの格好で外に出る。はい、そうですね。外に出るときもやっぱマスクして、なんか写真を見るとマスクしてるように見えるんですけど、今だってコロナの対策なんでマスクとかやっぱりしてるんですか。そうですね、基本的にはマスクをしてて。はい。あの後ろの写真に写ってますよ。ポスターに。ね、ヘルメットをかぶってサングラスをして。今日お客様のおかげで今日問題というところで、お仕事のご紹介、先ほどコメントにもあったんですけども、お仕事のご紹介したいと思いますが、その前にですね、あの前半に、視聴者から、メールでコメントをいただきましたのでご紹介させていただきます。ラジオネームいっちょんさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。お母さん来てますよ。やる気と熱意、言い切るところがかっこいいって言ってます。神原さん夢を叶えるために苦手も克服されて理系に進まれるってすごいっすね。お二人の熱意とパワー、すごく力をもらいます。あ、お二人に質問がありましたね。ちょっと後で紹介しますね。はい、そしたら杉本さんとアダニアさん、先ほど視聴者からのコメントにもあったんですけども、地上でのそのランプ、での業務ですね、その辺を、お聞かせ願いますでしょうか。はい、はい、ですね、一番最初に飛行機をマーシャラとはマーシャリングを、うん、見えます。あ、それですね、しゃもじを持ってる。こちらで飛行機を誘導して、はい、定位置に停車させます、ね、で、その後移動して、うん、ブリッジ、パッセンジャーボーディングブリッジって言うんですけど、そちらまで上がっていって、こちらで操作して飛行機にブリッジを到着します。あれは大きな搭乗橋みたいなもんじゃないですか。はい、あれコントロールはどこでやってるんですか。上で中で。そうですね、中の方で。お状況ボーディングブリッジを飛行機にくっつけるわけですね。はい、はい、でその後お客様を放棄していただいている間に自分なんかまだ下に降りていって、うん、ベルトローダー車を、ベルトローダー車、はい、お、はいはいはい、あの荷物を、そうですね、ベルトローダー車、はいはいはい、これを物質に到着して、うん、そこから手荷物の一個一個手下ろしで下ろしていきます。うんうん、で、そちらを ロビーまで運んでいって、で手下ろしでゲレットから返却しますね。はいはい。で、その間にまた別の職員は、うん、そう、うん、手荷物の荷さばき場で次の便の便が変わって次の便の荷さばきをした後に
到着してきた便、また便が変わって。あ、これは、ね、これは中だから外の人が見えないところで、ソーティング場っていうんですか。そうですね。ああ、こうやって荷物を直接手で取られて、移動したりとか、ここに積むとか。はい、一個一個スキャンして、バゲージ、手荷物で、行く便、羽田、福岡、名古屋とかに振り分けて、うん、一個一個手作業でやってますね。なるほど。で、その後、搭載の準備ができたコンテナから。うん。あ、見ます、見ます。トーイング、はい、いっぱいなんかコンテナが数珠つなぎに並んでるやつですね。そうですね。よく空港で見る風景だと思うんですけど。見ますね。トーイングトラクターって言うんですね。はい。うん、こちらに乗って、規則まで運んでいって、で、その後、規則で搭載作業。ですね。え、これは？これどこ？飛行機？飛行機の貨物室ですね。貨物室にこうやって中に入れるわけだ。はい。うん、これこう手作業で搭載していく。え、それはどこに何があるっていうのはなんかなんだろう、把握してるんですよね、きっと。はい、そうですね。決まってますね。あの前回お話ししたときに、例えばお客様の荷物を出さなくちゃいけないときっていうのは、そのお客様がどこに置いてあるっていうのを把握されて、そこから出すってことですか？いや、それはわからないです。もう、あの、数、100個だったら100個をその貨物室に一個一個搭載しているので、誰のものがどこにっていうのはわからないです。じゃあ全部出す？そうですね。一個一個探しながら、あの、出していく感じですね。はい。わあ、やっぱりそういうご経験もあるんですか？あの、はい。もう、頻繁にあります。あ、頻繁にある。そうですね。はい。やっぱりお客様が、まあ、10分前ぐらいから、見つからないとかっていうのが連絡来るので、はい、そのお客様のバゲージを、まあ、例えば100個あれば、その中から1個探すっていうような作業を、あの、とても狭い貨物室の中で汗だくになりながらやってます。これは大変だ。そうですね。見つけて、そしたら5分前に見つかって、じゃあまた搭載してっていう感じで、っていうのも、もう、ごく頻繁にあります。頻繁にあるんですか？あ、これ、前回のその、グランドスタッフの時にもお話したんですけども、やはりちゃんと時間通りというか、余裕を持ってきて、チェックインをして手荷物を預けて、あの、乗らないと、そういったことになっちゃうわけですよね。そうですね。はい。それは、あの、はい、私たち飛行機の、あの、お客さんと乗る身としてですね、あの、肝に銘じて、結局それって、ね、遅れてしまう可能性が出てくるわけなんですよね。定時制が、に影響が出ると。荷物が、数が多ければ多いほど、それだけ時間がかかりますので、で、沖縄は特に、あの、観光、あの、地なんで、はいはいはい、やっぱり荷物の数も多いんですね。やっぱり他の空港に比べて。あ、そうなんだ。そうです。なので、まあ、150とか、そういったものの中から1個探すっていうのは、やっぱりそれなりに時間かかりますので、そう、最後の最後に、そうですね、お客様いらっしゃらないと、それだけ遅れてしまう可能性はあります。そうですよね。で、そんな中でね、ただでさえ沖縄は荷物が多いとおっしゃいましたけど、前回の、あの、グランド、スタッフの方が言うには、やはり、その、機内で荷物を持ってると、やっぱり搭乗にも時間がかかるのは、できるだけ預けてほしい。それは皆さんの仕事が増えるんですね、きっと。いや、そういう仕事なんで。そういう仕事なんで。素晴らしい。まあ、あの、確か、一人当たり何キロでしたっけ？ 20 キロ？一人当たり20キロ預けられるので、もうどんどん預けてください、みたいなことで言ってたので、これいっぱい預かると、いっぱい搭載をして、もしも、その、何分前に来ないと、一回出してみたいな、作業が入ると。そうです。それは大変ですね。わあ、そういったものをやると。で、あの、すいません。あの、続けて、その、業務内容に関して、すいません。ちょっとお話聞いたんです。他にどういった業務内容がありますか？さっき言った、あの、手荷物の搭載。うん。っていうのが、あの、まあ、終わりましたら、あとはもうお客様が搭乗するのをやっぱり待って、
まあ、そういうオフロードっていうんですけど、手荷物を下ろすものとか の、の準備というか、まあ、構えというか、を、あ、はいはいはい、で、お客様がすべて搭乗されたら、うん、あの貨物室のドアを閉めて、うん、まあ、必要だった機材を飛行機から離していって、うん、あとは最後にあのプッシュバックっていう作業なんですけど、飛行機は前にしか進めないので、はい、押して押し出してあげないとあの自分で走れるところまで行けないので、うんうん、それを押す作業っていうのがあのプッシュバックって言っていう作業なんですけど、うんうんうん、それをして最後あの整備さんと一緒にお見送りっていう形で、あ、これですね、こうやって、はい、こうやってるやつですね。ああ、あれが本当にじゃあほっと一息されてる瞬間。そうですね、本当に。飛行機もちゃんと行けて、もうお客さんも全員乗ってこれから行く。あ、そういうちゃんとした挨拶なんですね。そうです。え、それもやはりこの飛行機が到着されて出発するまでの間、35分っていうのはおそらく整備士さんと同じ時間帯の中で全部動くわけですよね。はい、そうです。これ、私今日 Facebook の告知で、この間の打ち合わせで、8種類の車両って、いうふうに聞いたんですけども、もう一度ちょっとどういった機材があるんでしたっけ？なんかいっぱいいました。トーイングもあるし、なんか貨物をローダーもありましたし。はい。トーイングトラクター、よく見る、牽引してるやつですね。はい。これです。はい、これ一つですよね、トーイングトラクター。で、あとは、実際に飛行機にお手荷物を運ぶためのベルトローダー車。全然違う、はい、ベルトローダー車、全然違う乗り物、はい、で、あの飛行機に橋をかけるパッセンジャーボーディングブリッジです、うんうんうん、そうね、で、あとはブリッジがついてないオープンスポット、あ、バスで移動してる、そちらへ案内、もうそうです、タラップ車ですね、うん、で、またそのオープンスポットで足が不自由な方とかをご案内する客室サービス車。ああ、はいはい。入れるっていうんですよ。うんうんうん。あと、旅客送迎バス。こちらも車です。ああ、はいはいはい。あと、先ほどのプッシュバック作業で使用する航空牽引車。うん。サービス車ですね。これ運転席から見る飛行機ってめちゃめちゃ近いですよね。鼻の部分がドカンと前に来て。そうですね。迫力ありますね。迫力ありますよね。すごいなぁ。で、その機体、車種っていうのは、もちろん訓練されて、何らかのその許可証を持って運転すると思うんですけども、全部取るのにどのぐらいかかるんですか？ですね。全部取るのには、一応自分もまだ8年目なんですけど、プッシュバックの作業がまだできなくてですね。あ、そうなんだ。こちらが一番最後の砦になる。そうなんですね。はい、ああ、なんかやっぱり難しそう。飛行機を押すなんて。それぞれ の訓練で、やっぱり約1ヶ月から2ヶ月ぐらい。で、プッシュバックの作業になると、やっぱ4、5ヶ月とか、あ、結構やっぱりそれだけ技術が必要なので、技術と知識が必要ですよね。はい。うわ、なので、まだ取れてないものがあったりとか、沖縄はどちらかというと、あの小さい空港ですので、うんうんうん、まだあの訓練は進めていけるんですけど、大きい空港になると、うん、やっぱり、うんうん、訓練に進むのに時間がかかるので、うん、それだけ、すべて取るってなると、時間が相当かかります。なるほど、なるほど。その分、やりがいはあります。ですよね。いや、なんか、見ていて、すごく大きな機体を押すときに、ちゃんと綺麗にその機体が、そのスタートするところまで持っていくじゃないですか。はい。あれ、すごいなと思って見てるんですけども。めちゃめちゃ、はい。大きい窓があるので、うん、ちょうど、その、プッシュバックをして、綺麗にラインに乗せるっていう作業が、見れるので、うん。ぜひ、見てほしいです。いや、窓ガラスにこう張り付いて見てる方いっぱいいました。そうです、そうです、はい。結構目立つじゃないですか、あそこで。そうです。特に目立つのがやっぱり、なんだろうな、やっぱりランプで作業してる方って目立つんですよ。ターミナルから見ると。そのこういう、マーシャリングの
今日持ってますよ。はい、これです。ほら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 、これですよ皆さん。大きさ的にはなんか意外とちっちゃいですね。なんかものすごく目立つんで、あ、そのやっぱりそんな大きさでも目立ちますね。でこれをこういう誘導するわけです。はい、これね、あの見てますよ、はい、皆さんがターミナルの中から。でこれはコツ、変な話、コツってあるんですか。例えばパイロットに指示しますよね。でパイロットに止まってほしい位置っていうのが目の前に見えるじゃないですか。はい、それしょっちゅう書いたらパイロットも混乱して泣かなきゃいけないんですけども、その辺はスピードとかどのタイミングで曲がらせるとかって。はい、そうですね、結構乗員さんによって癖があったり。そうなんですか。スピードも全然大体一緒なんですけど、早く入ってくる方もあるんで、はい、それに合わせてこちらでタイミング取りながら早めにちょっとスローダウンを出したりとか。あ、人によってやっぱり違うんだ。たまに違いますね。ですね、今ねコメントもいっぱい来てますよ。ちょっといいですか。名古屋さんありがとうございます。飛行機のマーシャリングの資格について教えてください。国家試験が日本は必要だって昔聞いたんですが、アメリカはランパンの人が AIM のスタンダードのやり方が書いてあるにもかかわらず、結構自己流でマーシャリングするので、これ国家資格ですか？いや、違います。社内資格です。社内資格。はい。この基本に忠実に、アメリカで結構なんか自由気ままにやってる動画が載っかってますけども、あれやったらダメですか？そうですね、一応、何ですか、世界で決まってる様式っていうか、はい、フォームっていうのが、合図が決まってるので、はい、他社でも同じようなフォームでやってますね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。そうですよね。乾杯さん、ありがとうございます。初めて飛行場に行ったとき、しゃもじを持った人、これ、正式になんて言うんだろう、この道具。誘導板ですかね。誘導板。乾杯さん、誘導板だそうです。私がしゃもじって言っちゃったんで、かっこいいと思った少年時代。家にはしゃもじが1個しかなかったので、段ボールで作って真似しました。ビーパーさんもありがとうございます。お見送りしてくださった方々に、飛行機から行ってきますの手を振ることを、飛行機に乗るときやります。あとは、りょうたさんですね。りょうた、田中さん。手荷物の搭載はとても大変そうですね。夏場は汗だくになって、搭載をしているのを見ると頭が下がります。一日、何個ぐらい積むのでしょうか。1000個ぐらい積む猛者もいそうですね。そうですよね。一機あたりその百何十個っていう荷物をずっとやるわけですよね。そうですね。1000個オーバーする日も全然ありますね。夏場とか、繁忙期とかは。そうですよね。ありがとうございます。はい。また、今度は昨日のメールから来てますね。一丁さん、ありがとうございます。先ほどの岡さん、カンパチさんもそうですが、ランプハンドリングの杉本さん、アダニアさんも、35分に命をかける、素敵なお仕事ですね。杉本さんか、杉本さん、アダニアさんに質問ですが、今まで、ってびっくりした荷物ってありますか？ペットも預けられるんですけど、あ、ペット沖縄ならではですかね、ヤギ預けてるのに。ヤギ、はい、ちょっとびっくりしましたね。これ沖縄ならではですかね。小ヤギだったんですけど、小ヤギがなんかそのケージかなんかに入って、はい、ちょっとびっくりしましたね。今回何か変わった荷物ありました？やっぱりペットですと、やっぱりカメとかそういったのも着たりもしますね。カメ。生き物がいるってことですよね、要はね。生き物はそうですね。あくまでペットとしてっていうことなので、ヤギももちろんペットとして、あ、そうなんですか。搭載してる。ペットです。じゃあ基本ペットといえば大きなものも OK なんですかね。そうですね。はい。
さすがに牛とかはダメだと思いますけど。あんまりなんかどっか YouTube の、あ、YouTube で Facebook の動画で、アメリカで、ちっちゃい馬フニー、はい。ちっちゃな子馬が。なると、多分貨物。その子馬は確かターミナルの中をお客さんと一緒に歩いてる写真だったので、お客さんとして中に乗るのか、違うのか、ちょっと覚えてないけど。まあ、動物も普通に乗るってことですよね。そうですね。はい。ちゃんと、ゲージに入って、搭載できる大きさであれば、飛行機の大きさが決まってるので、入り口の大きさが決まってるので。あ、そうか、そうか、そうか。そうですね。ありがとうございます。本当にもう手荷物の搭載は大変だなというところで、皆さんのリアルのね、お話を聞いて、一ユーザーとしてですよ。ちゃんと預けて、皆さんに迷惑かからない。でもそれって結局我々の乗る、飛行機の定時制に関わってくることなので、やっぱりそれは大切ですよね。はい、ディーパーさんありがとうございます。手を横にして、片手に動か、え、何？手を横に、片手動かして、片手止めているのは、もう少しどちらかに寄ってほしいときですか？あ、マーシャリングのことかな。あ、そうですね。マーシャリングの、はい。マーシャリングのポイント、軽くポイント、なんか、そうね、これ、まっすぐっていうのは？あ、これまっすぐ。はいはい。これまっすぐってことですね。これは？どこの方向に行くってこと？右側に、右側？そうです。シップから見たら右側。あ、なるほど、なるほど。こっち側に曲がってほしい。曲がってほしいときですね。はい。で、ラインに乗ったらまた。あ、そういう形でまっすぐ進んで、で、止めるときには。で、減速がまた下に。あ、こうなんですか。あ、ゆっくり。はいはいはい。はい。から広げて、はい。ゆっくりゆっくりゆっくり。クロックイン。で、これやったときにぴったし真ん中に来て。あ、もうちょっとはダメですよね。ああ、パイロットが、またかよみたいな。それはないんですね。はい、ありがとうございます。その皆さんがそのランプもね、先ほどね、お客様の荷物がもう1日も1000個も余るような状況で、もちろん大変だと思うんですけども、ね、この仕事をやってて、よかったなって思うところは、どういうところですか？やっぱり35分以内にお手荷物を一個一個下ろして、お客さんに届けて、また搭載して、一応時間はギリギリなんですけど、何事もなく安全に最後までプッシュバックして、最後お客様に手振ってもらって、お客さんからやっぱ返してもらった時とかが、あ、無事に一便出してよかったな、はい、達成感、この時に感じます。その35分っていう時間の中で何事もないっていうのがやっぱり理想ですもんね。それをやりきった感はそれはあるでしょうね。はい、ありがとうございます。はい、杉本さんのそのこれはこの仕事やってよかったっていう経験は何？そうですね、仕事の内容はもちろん日々やりがいがある仕事なんですけど、自分は小学校にこういう仕事やってますっていうのも言ったことがあるんですけど、はいはい、でそこのそれで今みたいに、自分たちの仕事の内容を、アピールっていうか子どもたちに教えてっていうのも、何回かやって、でその中でやっぱり最後にお手紙もらうんですけど、その中でやっぱりかっこいいから将来なりたいとかそういうのを言ってくれると、やっぱり外でいつもやってる当たり前のことがみんなにはやっぱりかっこよく見えてるんだったら、やっぱり自分もそういう風に見られるような作業のやり方とかっていうのを気をつけないといけないし、やっぱり目標になってほしいなっていうのがあります、うん、やっぱりランプってあまりお客様と接することが少ないので、そういうところでやっぱり感じれますね、やりがい、なるほど、ありがとうございます。直接接しはしないんでしょうけども、ターミナルから本当に見えてますよ。で、その小さなお子様がね、大きな飛行機をこうやって、誘導板で誘導したりとか、大きな飛行機をこう後ろに押していくとかね、それを見てるので、やっぱりそういう飛行機の近くで接したい
ていう子どもたちにすごく夢のある仕事だなというふうに今日話聞いて思いました。ありがとうございます。ですね、もう番組も、もうそろそろになってます。では最後にですね、プレゼントの、キーワード、今日で3日目です。全部で5文字あります。3日目の文字の、キーワード、じゃあ神原さん、お願いいたします。じですね。C に点々ですね。じ、はい。はい。今日のキーワードはじです。それでは、皆さん、ぜひ応募お願いいたします。本当に貴重なお時間、お話ありがとうございました。岡さん、神原さん、杉本さん、アダニアさん、本当に今日はありがとうございました。ではまた来週です。また見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。